みなさん、マリナの熊本よかとこ教えるもん。ナビゲーターで歌手のマリナでーす。さあ、始まりました。熊本よかとこ教えるもん。本日は、八代って言いたいところだけど、氷川に来ましたー。で、氷川のどこかと言いますと、この緑豊かな場所があるんですよ、氷川には。そこにあるのが、こちらです。県立自然公園、たてがみ郷とこれ呼びます。たてがみ郷。で、たてがみ郷には、すっごいね、細い吊り橋があるんですね。その吊り橋に。私、実はというと、たてがみ郷来たことあるんだけど、吊り橋行ったことないんですよ。怖かったから。当時ね、いろんな噂があったんです。なんか足をすくわれるとか、カッパが出るとかね。この川があるんですよ、ここには。言われたんですけど、で、その吊り橋もね、怖いよとか言われてたんですよ。心霊スポットだとか、なんとかとか。だから私は怖くて近寄れなかったんですよ。けど今日は、ちょっと行ってみたいと、挑戦してみたいと思います。行くぞ!チャレンジ!パンフレット。なんかパンフレットをお取りくださいって書いてあるんですけど、あるのかな?モザイク処理しないと。モザイク処理お願いします。なんでパンフレットになってパンサイ取んのか、ほんと。日の国橋、氷川。で、皆さん、見ていただきましょうか。ちょっと、どのぐらい細いのかっていうの。ドゥン。伝わるかな、これ。ほら、もう子供も泣いてる。もう怖くて。でもね、川が本当に綺麗 で、私よくこの川で、おばあちゃん家が東洋村っていうところにあったので、この川がね、流れてるところなんですよ。で、あったのでよくね、遊んでたんですけど、川本当綺麗ですからね。ちょっと昨日とかほら、その前に雨降ってるから、濁ってるかもしれない。あ、いや、濁ってないね。綺麗に見えてます。では、渡っていこうかな。怖いよ。あ、でも意外に、しっかりしてる、しっかりしてる。うん、ちょっと、もう、本当に最低もやめてて、もうあんたたち壊れたら一緒に、下だよ、うん、ほら、川で遊んでますね。ねえ、やばい。うわ、下見ちゃあかん。ね、これ下見たあかん、これ。下見たあかん。ね、バキバキ言ってるで、ね、これ何人まで起きてるの。いや、わからん。わ、これ下見たあかんやつ。おねえ、もう揺らしよる。もうほんと揺らし。あら、そう、失礼だ。ねえ、見て。怖い、もう怖い。これ下見ないようにしてるけど、綺麗だから、せっかくだから。早く。おねえ、もう怖い。渡ったら見て、先は森です。なんだろう、面白くない。ね、面白くない。大渡りを呼ばした。カメラにもしっかりと撮ってありますね。どう?はぁ、あ、今カップルさんが。めっちゃ撮るしも。ここね、アスレチックみたいなもんですよね。こういう山で登って遊んでみたりっていう。で、下にはキャンプ場があって、ログハウスとかがあって、そこで泊まるような感じになっております。で、川ではね、ほんと遊べて、もうさっき見ていただいた、映像で見ていただいた通り、遊んでたりとかね、家族で、ご家族で楽しんでいらっしゃる姿もあります。ぜひね、自然もね、空気も綺麗なね、たてがみ郷に遊びに来てもらいたいと思います。こんなね、橋もありますので。もうみんな渡ります。ヒルとかいない大丈夫?いや、わかんない。いるかも。山だから。あ、もうここになんかいた。え、じゃ、ね、やめよ。やめる?ね、やめよ、これ。お地蔵さんいっぱいいる。あ、やっぱりいた?うん、めっちゃいる。500だか。めっちゃいる、めっちゃいる。こんにちは。ね、いるよ、いる、これ。後に影響する。一人戻ってたよ。すごいですよ、こんな。
お地蔵さんもいっぱい。行くの？いや、大丈夫。一回、一旦引くぞ。山昼に襲われると。はあ、怖かった。お地蔵さんいっぱいおった。なんかお地蔵さんにめっちゃ合わない？こっちも一緒かな？さあ、もう一回。渡っていきまーす。帰ってきます。これなんか、さっき見てたらカップルの方とかも、何往復もなんかしてたよ。何なんだろうね。大丈夫？めっちゃ。カメラさん、バックで帰ってるけど、心配になる。ねえ、もうほら、もう、あの人やっちゃってるよ、ほんとにもう。千秋さん、もう。なんか、中心で中心。子供じゃない、もうなんか。もう、ほんと中学生よね、やることがね。もういつかバチ当たるからね。いや、でもこれはちょっとスリルを味わってほしいと思います。休憩所なんかもほら。でも、もう、休憩所もあったりするので、あっちはあるんですけど、ほら。ね、なんかさ、よくない？ご飯、なんかお弁当持ってきてさ、お弁当持ってきて川で遊んだりとかしてさ、で、ここもね、渡ったりして、写真撮ってって。めっちゃ楽しみそうですね、キャンプだけじゃなくてもね。で、ほら、キャンプしたい人はほら、キャンプね。してさ、一日丸々楽しめたりもしますのでね。で、実は魚もいっぱいいるので、私よく、ちっちゃい時は、釣り竿を自分で作って、枝で、作って捨てたんですよ。ミミズ取ってきて、でそれでもうすぐ取れるか ら、そんなこともしてね、遊べると思いますよ。最後までたどり着けるか、余計なことしてた人いるから。ちょっと待って、カメラマン中学生とか言っておきながら自分が怖い怖い。でちょっと置いていかんといて、置いていかんといてよ。置いていかんといて。こっちにもね、ちょっとね、行ってたら、釣り橋、さっきの日の国橋渡ってたら、渡った後にね、向かってたら、こっちにも釣り橋が、ちっちゃい釣り橋があって。なんかね、眺めも良くて、お、名前書いてありますよ。龍神橋って、これ龍神橋だって。またこれも、でも短いからまだ。で、見て、川の、この流れ、速くない？いいね、いい。アユだね。あれ、アユ釣りの名人だよ、あんなさ。長沢でね。ねえ。ちょっと、取れたらもらおうかな。おー、あ、でもこっちは、割と、いや、怖いわ。見て、もう、綺麗ね。うわー、いいわ。こんな、お、おーし。下の隙間をわざと見れるようにしてあるっていう。怖い怖い。駐車場もこんないっぱいあって、でね、広いんですよ、たてがみ橋って。で、向こうの方にもログハウスあるし、あっちの方にもあるし、でいろんなところにログハウスあるんで、キャンプがいろんなところで楽しめる。いや、もう嫌だ、もう怖い、もう怖い怖い。行ってみたいと思います。どんどん渡っていきますよ。よいしょ、着いた。楽しかったです。皆さんぜひ氷川に来たら、この日の国橋渡ってほしいです。そして、ね、もしよかったらキャンプなんかも楽しんでみていかがでしょうか。それでは、氷川町でした。たてがみ町。広い